筒井ひかり、五十嵐いろは。罰としてプールのゴミ拾いしとけ。はーい。こいつ違うクラスの俺でも知ってる。五十嵐いろは。学校はサボってばかり、派手で男癖が悪くて女受けも悪い。三次元の女の嫌なとこばっかり集めたような、俺の最も嫌いなタイプ。こんな奴とプール掃除だと。いやいや、ありえないレベルの最悪の質だろそれ。その前髪気持ち悪くない？